諸派を着た、ジョージアの男性、チョハは、カフカスに住む人々が着用するウールで作られた、伝統的な衣装である。旧世紀から1920年まで、多くのクルジア人が着用していた。ソビエト統治時代には滅多に見られなくなったが、占領に対する抵抗の象徴と、民族意識から、再び着用するようになった。カジュアルな場では見られないが、公式行事や、 結婚式などの祝いの場で着用する。厚手の布で胴体部は体に沿うように、腰から下は裾が広がっており、移動を阻害しないようになっている。ひなわ銃の火薬、弾薬類を収納する筒状のポケットを複数持つ。4種類ある。ありがとうございます。